とりあえず一旦チャンネル登録しよう。泣かなひまわり刺す頃に届けたい、その思いを乗せて。はい、ということで、どうも皆さんこんにちは、コスケです。今日は、あるね、動画を撮りたくてちょっと撮っているんですが、まあ、タイトルにもある通り、敵が強くて勝てなくなった時にやるべきこと3つ教えていきたいと思います。で、まあ、早速行くんですが、まずね、勝てない人っていうのは最初にね、ノーマルモード、ハードモードを選んだ可能性があるんですね。だからここにある本で難易度をね、イージーにしてください。自分今イージーなんで、ノーマル、ハード、ヘルしか、出てませんが、ここでイージーにしてください。で、もうすでにイージーなんだけど、勝てないよっていう方、そういう方はですね、今から言う2番、3番を、こう、なんかやってみてください。まず、2個目いきますよ。自分のレベルを上げる。まあ、これは普通に自分のレベルを上げるっていうのは、ま、当然のことなんですけど、これですね。あらら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 ら。あららららら。ちょっと自分の、そうそう、これ。これが自分のレベル。274って書いてあるところですね。これを上げることによって、まあ、HP だとかね、RP だとかが増えていきます。もちろんね、このレベルを上げるだけだと弱いので、まあ、スキルレベルもしっかり上げなきゃいけないんですけど、このレベルをね、まず上げてください。で、どこで上げるかっていうと、よくね、調べると、なんかこの、レベル何から何まではここで上げて、レベル何から何まではここで上げてくださいみたいなのありますけど、あれってもう絶対信じないでください。あれ大体嘘ですから。本当に。ああいうサイトって、1個目書いた人、1個目書いた人のパクリをして2個目3個目がどん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 登場してくる話なんで、もう自分のね、もう自分の今から言うところだけで上げてください。はい、今いけるストーリーの1個前のところ。で、レベル上げてください。まあ、なんでかっていうと、その、今戦っているところで敵を倒せないっていうことは、正直ね、そこで頑張って敵を倒して、もう死ぬ可能性があるわけですよ。でも、一個前だったら、大体ね、楽なんですよね。楽に勝てると。うん。だから、その今自分が戦っているところから、一個前。か、その、例えば、今いるところの終盤が勝てないよってなったら、その今いるところの前半部分のちょっと弱めの敵を倒すっていうのを、やっていってください。そして、三つ目なんですけど、ごめんなさい、俺三つ目って言いましたけど、実はちょっと今思い出して四つ目ありましたわ。で、まず、三つ目。三番目が、スキルレベルを上げる。で、このスキルレベルっていうのが、まあ、このゲームにはね、何をやってもスキルレベルが上がる、まあ、なんかその能力があるんですけど、走るだけでも歩く。釣りするだけでも、ん？今なんて言った俺今走るだけでも上がるって言ったよね、ちゃんと。で、釣りしても上がる。でも、呪文打つだけで上がる。まあ、これはね、いろんな俺動画にしてるんで、そっちを参考にしてほしいんですけど、こうやって、剣を装備して、このベッド、この当たり判定のあるベッドをずっとこう切り続けるだけでも上がる。だから、もう上げれるものから片っ端から上げていってください。そして、最後4つ目なんですけど、武器を作りましょう。まあ、拾うのもいいですけど、このね、武器どん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 やっぱ作れるの強くなってくるんですよ。攻撃力最初5から29、48、58つって上がってくんですよ。そんなんね、強いね、ところ行ってるのに、ブロードソード装備してたら、それは勝てません。だから、今自分が作れる装備、一番強いのを、作っていってください。本当にね、このゲームは、装備ゲー、スキルレベルと装備ゲーと言っても、過言ではないと僕は思ってます。はい。なので、皆さん、これ、思い出しましたか？ 1 個目、イージーモードにする。2つ目、自分のレベルを上げる。3つ目、スキルレベルも上げる。4つ目、武器、防具を新調する。これで勝てない方は、僕にTwitter で DM 送ってきてください。はい。以上です。さよなら。